お天気最高です。でも今日は神楽餅の苗出しの日なので、これを終わらせてから田植えに行きます。イエーイ。なんちゅうか神楽餅の芽の出方ってなんかゴワって感じやな。これなんだこれ、ちょっと出すぎ。暑い、死にそう、死にそうやで。あれフォーク邪魔、その上乗ればちょうどいい。あー、休憩かな。今日は人手不足で苦戦中。イエーイ、暑い。しゃー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 、軽量バイダー出てきた。果たして軽いんやろうか。はい、軽量バイダー運んで。はい、どうや、軽い、軽い、軽い、はい、運んで。だお、私でもいける。軽いが軽いけ、はい、軽い、オッケー。ラスト、はい、終了。時間かかった。はい、はい、休憩。今回上にかけたラブシートは育苗用のラブシートです。実は今まで林さん家でかけていたスーパーラブシートは育苗用じゃなくて、どうも野菜ハウスのカーテン用だっていうことが分かりました。育苗用のラブシートには上から水をかけても大丈夫ですよっていうコメントをたくさんいただきました。そこで今回神楽餅の苗にテストで育苗用のラブシートをかけて散水してみます。皆さんご意見ありがとうございました。神楽餅の苗出しでちょっと時間がかかって遅くなりましたが、コシヒカリの田植えを再開します。イエーイ。風が強くてめっちゃ乾きます。
前に水やってから行きます。まいった。しゃ、風が強いので、食べる時に鍋を常備してます。これを何に使うかというと、よっしゃ、水を汲んで、うわりゃ、午後の昼食の間に苗が乾くので水をかけてから食べをします。イエイと。でこれをどうして、はい、オッケー。スーパーパラダイス田植え開始です。広いとこ来た、イエーイ。あー、パラダイス田植えですけど、ちょっと風強いかな。超パラダイスタイム頑張ってます。揺れてるし、ガラ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 。超パラダイス田植え、今日の分はこれで終了です。いい。